どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはめっちゃオシャレでファンキーでソウルフルな曲いきます。ドーン、ステイチューン、サーチモス。こちらの曲めっちゃ踊れて、なんていうかもうめっちゃかっこいいんですよ。はい、この曲なんですけど、もちろんガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げております。2017年にやっていたんで、もうだから4年とか5年ぐらい前になりますね。その時やっぱりちょっとねガズレレ YouTube 分かりづらいんで、今回さらにパワーアップしてかっこよくなって、分かりやすくなって、簡単になって、2021年バージョンで再登場、改訂版としてアップロードしてみようと思います。この曲めっちゃオシャレですよ。こうグルービーに弾けるようになったら最高なんですけど、かっこいいバージョンはめちゃくちゃ難しいと思われます。ぜひ最後までご覧になってください。いつものように2バージョンやりますよ。最初のバージョンは初心者の方でもすぐに簡単にできるめちゃ簡単、初心者向けシンプル簡単バージョンやります。こっちは安心ですからね。ただし歌はちょっとね、もう聞いて皆さん歌知ってるでしょ。あの歌うのなかなか難しいですけど、もうずっと聞いてると歌えちゃうかもしれません。やってみましょう。後半はかっこいいバージョンやります。かっこいいバージョンのリズムがですね、これがもうかっこいいんだけど難しい。これもしっかり解説していきます。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで私音楽やってみたいなと思ったけどやるチャンスがなかったんですという方とか、楽器にチャレンジしたんだけど難しくてやめましたという方、そんな方がね、あっという間にウクレレを弾きながら歌う弾き語りができるプログラムがございます。このプログラムめちゃくちゃわかりやすくて、どんな人でもすぐできるんですけど、これを見て今全世界中の方がガズレレで何十万人も音楽始めてます。皆さんもね続きましょう。はい、もうちょっとしたらこのプログラム、ここにリンク貼り付けるんですけど、このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間にできるようになります。 YouTube 動画ですから無料ですからね、皆さんすぐ始めましょう。はい、ここです。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾いて歌えるレッスン動画と課題曲、すでに1600曲以上もうアップロードしておりますよ。皆さんの好きな曲必ずあると思います。探してどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ早速やっていきましょう。サーチモス、ステイチューン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみます。 1,2,3,4 ねーねーねー、Yeah!
ステイチューン、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみました。かっちょいいですね、この、あのさ、あの、前奏とか間奏のところも、あれかっこいいんですよね。まあ、あれは今回は、でででででって口で言いましたけど、この感じ、後半のかっこいいバージョンでは弾きますからね。これは難しいんですけど、まあ、この感じをちょっと今のシンプル簡単バージョンはコードで弾いて、ちょっと口でメロディを言ってみたという感じでやってみたんですけど、このね、シンプル簡単バージョンやるだけでもね、なんかこう、おしゃれな東京のなんかこう、スタイリッシュな洗練された、ね、やりましょう、これは。歌難しいですよ。コードは結構簡単で繰り返しばっかりですけどね、ループのね、このなんかブラックミュージックをルーツに持つ、このね、ぐるぐる、まあ、循環コードでやっていく感じでかっこいいんですけどね、今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレ今のオリジナルショートカットアレンジバージョンなってますからね、フルコーラスで私全部やりたいなと思った方、今のコード進行を僕が書き出して2番の歌詞を書き込んでいくとフルコーラスでできるようになりますので、フルコーラスやってみたくなった方、ちょっと楽譜作りにもチャレンジしてみてください。そしてまずはですね、今のシンプル簡単バージョン、コードとテロップ、歌詞とね、コード出てたでしょ、あれに合わせてゆっくり何回もガズレレ YouTube 動画に合わせて練習してみてください。一つ目のゴールとしては、シンプル簡単バージョンのガズの演奏に合わせられたら素晴らしいと思います。これを1個目に設定してもらって、もしできるようになった方、おめでとうございます。これできるようになったら結構それだけでもすごいです。やっぱ歌の難しさというか、言葉のタイミングもありますからね。メロディーももう裏声とかすごい使うし。はい。で、できるようになった方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はですね、ガズレレ YouTube チャンネルを見ずに、お一人だけで音楽を歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。お一人だけでですよ。これをやっていただきたいんですよね。これが気持ちがいいんですけど、やっぱね、最初のうちはね、いきなりは覚えられませんから、楽譜を見て、練習していくのがいいんじゃないかなと思います。でもその楽譜ってどこにあるんでしょうってお話になると思うんですが、安心してください。今見てください。ガズはですね、この自分で書いたノート、これを見ながら演奏していたんですけど、もうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいと思いますよってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス始まってます。これです。ドーン。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月クラブ活動費660円を頂戴しまして、今日のサッチモスのステイチューンを含む、ガズが今まで書いて書きまくってきたもう膨大な数の、もう恐ろしい数の本、あのノートに手書き楽譜があるんですよ。その楽譜の中から皆さんが面白そうやってみたいなと思う曲を毎月5曲お手元にダウンロードしていただけて、すぐに練習に入っていける。これ YouTube 完全連動してますから、どれもね、練習していけるぞというね、画期的なアイテムなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて、他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがもう世界中からの参加で、テーマ曲が毎回決まってて、めちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てるここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあ、これ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう1個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしといてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。2021年改訂版のステイチューンですね。いやー、これかっこいいんですよね。はい、イントロが上がって、このね、Am7、Fe7、これがずーっとの最初のうちとか、ほとんどこれ、これがまあ、ループとか、循環コードとか、ぐる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 このコードの中でかっこよく回っていくっていうのが、この、いわゆるこういうソウルフルのブラックミュージックのスタイルだと思うんですけども、ほんとまさにこのサチモスのステージに、そのね、王道行く感じですけれども、かっちょいい。で、ここに見てください。フレーズ1って書いてある。これがさっき言った、んでれでれ、
ステレデレッテケテッテッテってギターの本当はカッティングの音を言ってるんですけど、これをちょっと再現してみようかなと思います。後半のかっこいいバージョンはこのフレーズがもう本当に悶絶ですからね。後で解説していきます。はい、ひとまずこうやって写しとくんで、皆さんノートとかに書き出して楽譜を作ってください。それかね、演奏中のデモ演奏中の動画を一時停止してテロップを書いていただくのもいいかと思います。それとあともう一個は、今紹介させてもらった画図グラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただいて、ご活用いただく。これは一番早いと思いますけどね。ガズのノートの特徴はここのこれ点でねタイミングを測ってるんですよ。うん、Stay tuned in Tokyo Friday night。 はい、この点でうんうんうん、これリズムを測ってる。これが結構役立つと思います。はい、じゃあ今こうやって写しとくんで一時停止していってください。まずはイントロからサビ1、ここね構成ですけど、サビ1やったらもう一回イントロ戻りますからね。はい、そっから A の1に入っていきます。じゃあ一時停止いいですかね。はい、じゃあ1番の A を写します。ここもコード進行ずっと一緒ですから、ここまでね、ここまでずっと一緒。はい、で2番やりたい方はこの2番をこの歌詞あのコードはこのままで歌詞をこう書き足していってちょっと練習してみるのがいいかなと思います。はい、そしてここ B メロですね。ここがなんかねメッセージ性が強いとブランド着てるやつもうグッない M で待ってるやつ、 M ってこれ BMW の M かなとかいろいろ考えちゃう、 M ってなんだろうとかいろいろ考えちゃいますけどね。まあまあここがね結構ねこうグイグイ来る歌詞だなという感じで勢いよく行きたいところですね。ここでコード進行がまあ変わるだけなんですけど、これもね簡単コードですからね。でまた、ここ見てもらうように分かる、サビ 1A 戻る。ここがガズレルオリジナルアレンジです。本来はここ2番がこう加わっててってなるんですけど、はい、ここでもサビ1に戻っちゃって、はい、このし、ね、これコマーシャルでも話題になってますよね。ホンダの車のコマーシャルで流れてますよね、ここのところ。で、これ終わったら今度は、2回目のサビが終わったら今度は、ここね、ラストのもうね、これ最後、23 Holy Now the Sign。ここ伸ばして、エンディングのところのこのバースをやって、で、最後はこのイントロメロディーを奏でて、デゲデゲ、デゲデゲってやつを、それで終わりますっていうのがガズレレアレンジになってます。ちょっとご確認ください。あ、出てくるコードを紹介しましょう。これ出てくるコード、これ6個は7個か。7個ですよ。嬉しいですね、これは。はい、じゃあ行っていきます。Am, C7, F, E7。まず言っときたいのは、もう、ほぼこれですよね。Am, C7, F, E7。もうこのほぼ4つです。ほとんどこの4つ。なんだけど、これはまあ本当おまけみたいな感じで、ちょっと出てくるんですけど、Dm, D7、G7。はい、今映ってるこの7個のコードはですね、皆さん、めちゃくちゃ入門コードのグループです。はい、ガズレレではもう毎度おなじみの、これ、ドン！ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コード覚えてください。これ一体何かというと、このちっちゃいクルレで音楽を始めたいなと思う方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のコードのグループなんでございます。この10個覚えてください。でも10個も覚えなきゃいけないのいっぱいあるなと思ったこと、安心してください。入門コード10個なんて入門コードだから、1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単よ。だけど10個いっぺんに覚えようと思うと、あれこの場所は分かってるけど、どんなコードの名前だっけなとか、もう頭ごちゃごちゃになっちゃうんですよ。そこで私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にすいすい、皆さんもうすぐに覚えられる、ものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画貼っておくんで、これ絶対見てください。これ10個覚えちゃったら、もう本当に今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル1600曲の曲ほぼ弾けますから、本当に。はい。今日はそのうちの6個出てくるよということで、まあどっちにしてもね、この10個のコード覚えていきましょう。ゆっくりね、取り組んでみてください。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうというところの前で、いつもガズがここで言いたいの。今の4つ弾きで、歌！この曲はですね、もうとにかく歌がもうハイパーですから。もう裏声が出て、ファルセットは出てくるし、ちょっとこの言葉のこう、タイミングのね、気持ちよく裏で入ってくる言葉のタイミングとか、あと英語もね、こうね、ちょい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 入ってくるの、英語のところのね、言い回しとかもかっこいいんですよね。これはなかなかこの、リズムのこのグルーブに乗りながらこの歌わないと、これね、リズムがすごくこう、シャキシャキもキレッキレのリズムだから、この歌でもね、実はこのグルーブって出てるんです。言葉のタイミングとメロディー、今一度この4つ弾きでいいんで、今のシンプル簡単バージョンで確認してから、後半のかっこいいバージョンに入っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、そんなことで、かっこいいバージョンの解説、入っていきまーす。うっす。かっこいいバージョンも出てくるコードは全く一緒なんですけれども、まぁ、今回やっぱりこの曲、どうやったってこのリズムとグルーブですよね。このなんかファンキーなあのかっこいいやつ。今日出てくるリズムはこれです。ドン !16 ビートのちゃんとカッティング。もうこれしかないですね。一応基本的なリズムのところちょっとやってみますね。サビのところ。ワン、ツー、スリー、フォー。
聞いてもらうと分かると思うんだけど、左手でカッティングを入れたり入れなかったりしております。カッティングすごく入れるとキレッキレでかっこいいんですけど、まあ、ほどほどに入っているぐらいでも十分ノリが出ると思うんですけど、ちょっとリズムがこうファンキーに跳ねてる感じがいいんですよね。この感じがね、なかなか簡単そうに見えるんですけど、ちょっと難しいんでございますよ。はい、一応今出てきたリズムの全てはこのカッティング、16ビートのチャットカッティングなんです。はい、このリズムの弾き方、一応ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、それにね、そこの行ってもらうと16ビートのチャットカッティングのそれぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますので、じっくりご覧になってみてください。ちなみにこういうね、今のリズムのこういう弾き方ってこれストロークって言うんですけど、これの基本は8ビートというリズムになりますから、もしこれ動画初めて見てこれ難しそうだけどやってみたいという方、8ビートから練習していってください。その例、さっきのシェアした動画内でも言ってますけどね、これができるようになると本当気持ちがいいんですけど、何回も言いますけど、これはなかなかこう修行が必要な、リズムなんですよ。なんでやっぱ原曲とかいろいろ聞いて、ムードをどういうリズムを自分が弾きたいかって分かっていながらも一緒に練習するの結構大事だと思います。ちょっとじゃあ Am でゆっくり練習してみましょう。ちょっとゆっくりめでね。バン、トゥー、スリー、フォー。今、カッティングは入れてないです。今、ただ16ビートのチャですね。このぐらいでゆっくりでまず練習するのがいいと思います。でちょっとカッティングを入れていきましょう。カッティング。もうちょっとね、本編早いんですね。このリズムでもう ほとんど全般やるんですけど、今日一番やっぱりド注目なのが、イントロで出てくるそのギターの、本来ギターのカッティングをするフレーズ、これを弾いてしまう。ウクレレ一本でちょっと今やりますんで聞いてみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ハイパーです。これハイパー。これもね、16ビートのチャットカッティングの応用なんですけど、ちょっとね、見てもらいたいのは、今、Am から始まりました。Am の時に、で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 、1弦の3フレットを Am 押さえたまま足すんですよ。ちょっと見てて。よーく見ててね。わかる？はい。こういうフレーズになってます。1弦だけ書いとくと、Am のところ。カッ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 、ダダダカッカッ。はい、Am ってこうワンブロックには書いてあって、数字下見てください。0003バツ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 、0003バツ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 、これは1弦の数字ですからね。 Am 押さえたまま1弦だけ0003カッ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 、バツはカッティング0003カッカッカッ0003カッカッカッ、これをめちゃくちゃ早くやるわけですけど、やってみましょう。はい、これができたら次星マークがあります。で、0003、星、バツバツバツ。0003、星、バツ。星はチャなんですよ。ドドドド、チャカタカ。ドドドド、チャカタカ。すごいでしょ？はい。Am のところはこれ。次は C7 ですね。次 C7。C7 は、今度1弦だけです。他の弦を押さえない。ここも1弦の3フレット出てきます。今度 C7 があって、ここに、1111111113って書いてあるでしょ。はい。ここは、指は簡単だけど、カッティングというか右手がね、左手のカッティングも激しい。はい。ゆっくりいきます。1111113。これですね。Am からの続きでやります。せーの。もう一回、せーの、003、トトト、003、トトト、111113。はい。ここに、できれば、チャをちょっと入れたい。この C7 のとこは、ダダダッタッタッタダダダ、チャカタカ。
かみたいな感じだね。あの途中は入れられないから。はい、次 F。 F も A マイナーの時と同じで F を押さえたまんま0003チャッチャッチャ003チャッカチャッカ、これさっきと A マイナーと全く同じ、指が1個足されただけ。次 E7 なんですけど、 E7 はコードを押さえるだけのカッティングで止めるだけでフレーズはないです。カッティングですよ、左手で止めてるわけですね。これ他のプレイの時もみんなそうですけど、はい、こういうコードになってます。一応もう一回確認、 Am の時ゆっくりやりますよ。せーの、0003チャッカ、0003、はい、次 C7 の時1111113チャッカッチャッカッ。はい、次は F ですけど、 F はさっきやった Am のところと全く同じタイミングで F を押さえてそのフレーズを弾くだけです。せーの、0003チャッカッチャッカッ、0003チャッカッチャッカッ。はい、次 E7 は E7 フレーズはなくてカッティングだけのタタ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 チャッカッですね。はい、ちょっとゆっくり何回かやってみましょう。ワン、ツー、サン、はい。これを早くやるわけでございます。ちょっと本当の速さっぽい感じでやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じ。C7 のところは、この、何回もカッティング、ここがちょっとキーポイントかなって感じです。早いんでこのリズム、聞いてるリズムだとデゲデデデゲデデって踊れるんですけど、この16ビートのカッティングのところはちょっとやっぱ早いんで、これ手首で弾かないと絶対この速さ弾けませんからね。肘で弾いてる人はこの速さは無理です。1曲通して弾けないと思います。肘で弾いてるのはどうしたら分かるかというと、ここが筋肉痛になって腕が疲れちゃう人は肘で弾いてる、筋肉で弾いてる証拠です。ガズはですね、もうほんとゆらゆらのこう柳みたいに使ってるんで、柔らかいでしょ。ダラ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 、もうほんとにこんな感じ、指先のここまで使って、柳みたいに、ぐにゃぐにゃです、ぐにゃぐにゃ。力は全然入ってないから、これ一曲弾けることができるというわけで。柔らかくしないかに、こう、ムチのようにね、右手を使うのがキーポイント。あと左手のカッティングもね、すごい細かいんでね。で、すごいでしょ？この動き。こう、細かくウニウニ動いてる。こういうところ、ちょっとこれはなかなか難しいフレーズなんで、さっきのちょっとゆっくりやったやつに合わせて、何回も何回も練習して、ゆっくり練習して、だんだん速くしていくのがいいと。このフレーズはイントロと間奏とエンディングで出てくる、なかなか結構ね、キーポイントになるね、こう乗れるフレーズなんでね、これじっくりマスターしていただければいいなと思うんですけど、サビと A メロとかはさっきやった16ビートのちゃんとカッティングで、ここはスタイリッシュにさーっとこうね、そこはもうね、こう気持ちよくこうグルーブに乗っていけるような、で全体の曲として見ると、今のカッティングとその A メロとかサビのリズムがやっぱりこう同じグルーブの輪っかの中で入ってるのがやっぱ大事ですから、フレーズによってテンポとかがこうガラッと変わっちゃうのはね、それをちょっと気をつけて、難しかったら最初めっちゃゆっくりでいいんで、全体をだんだん速くしていくのがいいと思います。そしてこの曲はですね、この歌詞を見てみるとすごい、なんていうのかな、イメージを沸かせるような、こうイマジネーションを駆り立てるような、そういうスタイルの歌詞ですんで、で歌詞の中にも Stay Tuned in Tokyo Friday Night、 なんかすごく東京のスタイリッシュな感じが出てる、なんかそこでこうなんか行われているいろんなことみたいなのを私は想像するんですけど、もうそれぞれの頭の中にこう思い描かれる景色と一緒に、このグルーブと一緒にこう委ねて音楽がドンと出てくるのがかっこいいと思います。そういうところも、気持ちをちょっとね、こう演奏のこのところばっかりじゃなくて、歌の内容の方にもこう同じバランスでこういけるようになるのがかっこいいんじゃないかなというふうに思います。ともあれやってみましょう。サチモスのステイチューン、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
スのステイキューンガズレレ流かっこいいバージョンやってみましたけど、これかっこいいけど、まあ難しいんだけどね、なんかこう惹かれちゃう何かこのあるんですよね。こう横にこう体がこうぐんぐんこう動いちゃうみたいなグルーブが出せる中でできたらもう最高なんですけどね。まあ一応そういうの目指してゆっくりじっくり取り組んでいく、その過程がまた楽しいところですから、はい、長い時間かけてやっていきましょう。そしてちょっと皆さんお知らせです。2021年の夏ガズレレがこう提案していました、このカオレレフェス2021、こちらですね80名様の参加がないとこのフェスティバル以外は開催もちょっと危ぶまれるということでやってたんですけど、なんと参加のメンバーが80名超えていただきまして、なんと開催決定です。これガズクラブ内でのイベントですので、ぜひ皆さんこれめちゃくちゃ面白いイベントになると思います。詳細はここのリンク、ぜひともチェックしてみてください。あと引き続きまして、この本。リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですよね、最近。はい、これがもう累計12万5000部の突破のもので、大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいねガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。